最初から全力で突っ込んでいくっていうレースを目標にしてたので、まあ最後はしっかり粘るっていうレースだったので、まあ良かったかなって思っています。まあ4年に一度という大きな大会で勝つことができたので、まあとても嬉しいんですけど、まあこれから、まあ今ジュニアですけどシニアの世界に行きたいと思っているので、まあユースオリンピックを糧に次オリンピックだったり頑張っていきたいなと思っています。まあ最終組だったので、それまでに滑る、まあ一番速い選手を、まあターゲットにするっていうのは考えたんですけど、まあ気持ちはずっと冷静にしていって、で体をしっかり温めた状態でレースに挑むっていうのを目標にしてたので、Victory ceremony for the speed skating men's Arito!